大田城は大阪府茨城市にあった日本の城。1987年の大田城推定地周辺の空中写真大田城はこの地域では最も古い城で平安時代末期1180年前後大田よりもとが築いたと言われている。この周辺では池田城が県無元年前後に築城されたが大田城はそれより150年前に築城されたと思われている。 大田城の正確な位置は分かっていないが、西国街道に接した南側、愛川と東岸、城の半分は現在の東芝中央倉庫が推定地、規模としては東西南北150メートル前後ではないかと考えられている。城の東端に高さ2メートル程度の城の山という場所があり、 その位置から推定すると、物見やぐら的な働きをしていたと思われるが、現在そのような場所は確認できない。昭和35年、大田城の跡地の半分を東芝が取得し、中央倉庫を建設するために、土地造成を実施、正方で青みがかった幅2から3メートルの土が50メートル、続いて出てきたが、異物は何も出土されなかった。 この東芝工場は2008年3月末で閉鎖された。平安時代の城であった大田城は南北朝時代、戦国時代の本格的な城郭とは違い、鳥で、館、館城の域を脱しなかったのではないかと思われている。大田よりもとの非大田城は大田よりもとが築城したとされているが、明確な古文献は見受けられないため細部に関しては不明な点が多い。 ただし、大田頼元に関する記述はいくつか残っている。平家物語巻、第四の自称四年四月九日の夜の一節にとあり、ただ行綱、ただともみ、のせ高より、大田頼元共に、ただ源氏の一族で、大田頼元は、摂津国でも有力な武士であったと思われる。だが頼元の系譜については、厳密には、ただ源氏ではなく源の三中の次男より地下に、 始まる山と源氏の系統である。また、玉葉の文字元年10月30日の上によると、源の頼朝と対立し、翌日西国に向けて都落ちすることが決まった、源の義経源行家らの一党に対し、頼元が城郭を構えて牽制する姿勢を見せており、さらには、義経の命を受け船の手配をしていた、義経の初重機イゴ森金本を撃ったとある。 源義経像河原の津の合戦は、平家物語巻第十二に記載されている。これによると、平家を倒した源義経は、兄源頼朝が、源義経を討ち取るため刑に攻め上るという、噂話を聞いたため、手勢五百0機を引き連れて、文治元年十一月三日に、都から西国に落ち延びていった。この方を聞いた、大田頼元は、我が門の前を通しながら、 やひとついかけであるべきか、と、大田城を出撃、河原の津という場所に追い詰めた。この河原の津はという場所は、大田城から西国街道を通って、相川にかかっている大田橋の西側の地名、現在の茨城市西大田町周辺である。大田よりもとは60期で、源義経500期を取り囲み、天砂、漏らすなと拳散々攻め立て奮戦したが、 大田頼元自身も手を追い、多くが撃たれ、馬も腹刺され退いた。勝利した、源義経は、門で義と喜んで、大物の裏より船に乗って下っていった。川尻の戦いも参照その後約350年間、この地域を治めていた大田城であったが、細川春元と細川高国との争いの中、桂川原の戦いの前の大英七年二月、旗の種道軍は、 茨城にあった城を次々と降伏し開城した。その後市場から大田城の名が消えたので、この時廃城になったものと思われている。大田城石碑説明版ありがとうございます。